はい、こんにちは、桜井健三です。今回は MRI はいつ取るのについてお話をしていきたいと思います。まあ、多発性硬化症の診断をする際にですね、頭部や脊髄の MRI を、まあ、造影剤を使ったりしてですね、取って診断をするということをしてきたかと思うんですけども、じゃあ診断された後ですね、定期的な診察の中で MRI の撮像が必要なのか、必要なのであれば、それは造影剤を使うのかとかですね、どのタイミングで取るのかとか、どの場所を取るのかとかですね、まあ、そういうところが課題となってくるわけなんですけど、まあ、今回はですね、その辺少し実践的なお話についてしていきたいと思います。では早速ですけども、今回の答えのまとめとしてはですね、頭部単純 MRI を必ず定期的に撮像すると。タイミングはリスクに合わせてとなってきます。今日のお話、この3つでね、まとめていきます。1つ目がですね、MRI を撮像する意味。2つ目が MRI を撮るタイミング。そして3つ目が造影剤の必要性になってきます。この辺のお話はですね、主治医の先生から比較的聞きやすい情報かと思いますけども、まあ、確認の意味も込めてですね、このチャンネルで発信していきます。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では早速一つ目ですね、MRI を取る意味についてお話をしていきます。まずはですね、多発性硬化症の再発のような何らかの自覚症状があるときは、MRI を取って判断すると。まあ、これはそうだと思いますので、今回はその話ではなくて、症状が何もなくて定期通院で行ってる、この中で MRI をどうやって取るかと、この意味についてお話をしていきます。で、この多発性硬化症の病性、病気の勢いの判断をする材料ってですね、結構難しくて、例えば血液検査、全く当てにならないですね。それから髄液検査。確かにこう、再発しているような時には少し炎症のマーカーが上がる可能性がありますが、特異的ではないですし、まあ、都度髄液を取るというのもしんどいと思うんですね。そうすると、あるマーカーとしては自覚症状、痺れたとか動かないという自覚症状と、もう一つが MRI になってくるわけですね。で、この MRI もですね、脊髄ですね。脊髄の病変に関しては、何かしら再発が出ればですね、大半の方が何かしらの症状を自覚します。なので、この頭なんですね、頭部の MRI を取ることにすごく意味があって、なぜかというと、頭部の MRI は、再発しても大半が症状に出てこない。いわゆる隠れ再発みたいなやつですね。で、この隠れ再発ですね。何が良くないか。確かに再発、体としては何も出てきてないわけですけど、体の中では炎症が一線を越えて脳にダメージを与えているわけですね。つまり、病気の勢いを抑えきれてないということになってきます。MRI で無症候ながらも再発が確認できた場合には、なんで再発したのかを考える。例えば、薬の飲み忘れがあったんじゃないか。あるいは今の薬が弱いから変えなきゃいけないんじゃないか。そういうことを考える材料になってくるわけですね。で、その頭部の MRI で再発がないことっていうのは非常に大事で、我々臨床的にも NIDA3 なんていうのを目指すんですね。で、NIDA3 って何かっていうと、一つは身体的な再発がないこと。つまり自覚的な再発がないこと。二つ目が症状の増悪がないこと。再発はないけど悪くなってないかなということがない。そして三つ目が MRI の再発がない。この3つ揃えて NIDA3 って言うんですけど、NIDA3 を目指してですね、我々治療しますので、この MRI の情報っていうのは非常に今の多発性硬化症診療では重要になってくるというわけです。それからもう一つですね、MRI を撮像する意義があって、これはですね、タイサブリやジレニアに代表されるような有効性の高い薬剤ですね。こういう薬剤を使っているときにですね、PML、進行性多層性白質脳症を発症する可能性が少なからずあるわけですね。で、この PML をですね、発症した際に、これも同じく無症候で MRI で偶然見つけることができれば、その予後、PML の予後もぐーっと劇的に改善することができるんですね。そういう意味で、PML のリスクがある方も定期的に MRI を取って、早期の PML 発見に努めると。これが非常に重要になってくるわけであります。まあ、この PML についてはですね、また別の動画でお話ししてますので、そちらも参考にしていただければと思います。で、稀にですね、全く MRI を撮影してない人っていうのが時々会うんですけどね。でも、これはやっぱり避けた方が良くて、隠れ再発も当然あるでしょうし、もっと言うとですね、気づいた時には脳の萎縮がすごく出てると。もしかしたら治療を入れ替えれば救えた脳が、気づいた時には時遅しなんてこともありますので、必ず定期的な MRI を取ることは必要になってくると思います。さあ、二つ目ですね。では、その MRI を取るタイミング
をどうするかという話になってくるわけですけども、まずですね、症状が出たときは取る。まあ、これは置いといてですね、症状がないときどのタイミングで MRI を取るかという話になるんですけども、まず取る場所ですね、先ほどもお話した通り、脊髄はですね、再発があれば、大体症状が出ますので、定期的に取る場所としてはあんまり向かないと思います。取ってもいいんですけど、ほとんどの場合症状がなければ変わりないと思います。やっぱり取る場所は頭ですね。脳の MRI が必要になって、タイミングとしては半年に一遍。で、どんなに長くても1年に一遍は MRI を取った方がいいと思います。で、さらにですね、この PML の危険が高い方。例えば、JC ウイルスの数値が高くて、体サブリを使っている。あるいは長期に使っている方。あるいはですね、有効性の高い薬剤で50歳を超えてきている方ですね。まあ、そういう方なんかは少なからず PML を起こしてくる危険性が少しずつ出てきてますので、もう少し刻んで3ヶ月から6ヶ月に一遍 MRI は取った方がいいんじゃないかなというふうに思います。で、実際ですね、じゃあ私どうしてるかというと、体サブリですね、大半の方が今6週ごとの投与になってますので、2回に一遍 MRI を取ります。もうほとんど全員ですね。そうすると、6週間、6週間なんで12週に一遍、つまり3ヶ月に一遍頭部の MRI を取ることになってます。それからですね、ケシンプタ、ジレニア、メーゼントですね、この辺の有効性の高い薬剤を使っている方に関しても、基本的には4ヶ月から6ヶ月に一遍は MRI を取ってますし、その中でも50歳近く、ないしは50歳超えてきている方に関しては、3、4ヶ月に一遍は頭の MRI を取るようにしているかなというふうに思います。で、ちなみにですね、疾患収縮薬ですね、お薬ですけども、体サブリを除いた他の薬剤というのは立ち上がるのに少し時間がかかります。3ヶ月長いもので半年ぐらいかかると言われますので、発症してお薬を導入した後はですね、あるいは切り替えた後はですね、その3ヶ月後を目安に一度 MRI を取るといいと思います。で、そこで病巣が増えてたとしても、それはその今使ってる薬がまだ効いてない可能性があるということで、その導入した3ヶ月後に取った MRI を基準として、以後再発してくるかどうかと、その基準ということで、新薬を導入した後3ヶ月後には一度取ることをお勧めしたいと思います。さあ、3つ目ですね。じゃあ、造影剤が必要かどうかという話になってくるわけですけども、この造影剤を使って MRI を取るとですね、新しい病巣がわーっと色づいてくるんですね。なので、MRI を見たときに、あ、これ新しいよねっていうのがすごくわかりやすいということで、できることならば、毎回毎回造影剤を使って頭部の MRI を取るのが理想的ではあります。一方ですね、数年前から造影剤が体、取っていくと体に蓄積するんじゃないか、脳に蓄積するんじゃないかということが言われ始めています。で、どれぐらい蓄積して、どれぐらいの影響があるか明らかでないこともありますので、まあもしかすると使った方がいいのかもしれないんですけど、やはり多発性硬化症ですね、20年、30年としかも定期的に MRI を取ると、それを毎度毎度造影剤を使うとなるとかなりの蓄積の量になると思うんですね。ですので現実的には今単純、つまり造影剤なしの MRI で定期的なチェックをしているということになってきます。で、その上でですね、病巣がなんか増えてる気がする。あるいはですね、症状があって来院した時ですね、こういう時には造影剤を使って新規かどうかというのをはっきりさせるということが大事になってくると思います。まあ、繰り返しですけど、定期的な撮像ではあまり造影剤は今使っていないかなというふうに思います。以上、MRI まとめるとですね、MRI は頭部を造影剤なしでですね、半年に一遍を目安に撮像です。で、有効性の高い薬剤を使って PML の危険性が少しでもある方に関しては、そのタイミングを3ヶ月から6ヶ月に短くしていることが多いかなと思います。それから MRI で病巣が出たりですね、新規病巣が出たり、あるいは症状があるときには造影剤を使っていくと。こんなような流れになるんじゃないでしょうか。本日のまとめに行きます。今回は MRI をいつ取るのについてお話をしましたが、頭部単純 MRI は必ず定期的に撮像する。タイミングはリスクに合わせてということになっていきます。これからも神経疾患、特に神経免疫疾患を中心に専門性の高い情報を発信していきたいと思います。今回の情報が少しでも役に立ったと思っていただけるようであれば、コメント、そしてチャンネル登録をですね、ぜひよろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。